Peace! どうもーカモメ885です。前回抹茶弾幕で終わりました。今回は1日目の夜、奈良線に乗車します。103系を期待したのですが、なんだ、新快速から追い出された221系か。一本見送って103を狙います。205か、まあ乗ってたかタッチャーそうなんで、これも仕方なく乗車。その後205で6時増まで行ってそっから地下鉄に乗ります。山品でまた JR に乗ります。さあ何が来るかな？やってきたのは223でした。そして京都到着。なんだあれは、黄緑色に出る役車体。103だー。103に乗っていなりというわけわからんとこ。はい、いなりで下車。帰りはもう秋田205系。そんなこんなでホテルに行きます。おはようございます。2日目は京都から221系に乗って福知山まで行きます。223系5500番台に乗ります。これも長い。和田山からおんぼろの41。魔改造機41に乗り寺前まで行きます。こっからは目的の103系3500番台に乗って姫路まで行きます。姫路到着。223系やらなんやらいますね。ここから晩秋阿公行きの223系2000番台に乗ります。あいおい到着。こっからは岡山行きのマキ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 末期職に乗車。岡山で何時間か取り鉄しました。からマキ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 マやりますね。に乗って広島まで行きます。広島到着。この N700 系のぞみに乗ろうとしてた時期も私にはありました。500系こだまに乗ります。しかも元グリーン車のため大変お得です。
よ。やっと九州です。こっからロングシート地獄。そしたらまさかの303系。やったね。1時間半乗車し唐津に到着。唐津のイルミネーションが疲れを癒してくれますね。しょぼいけど。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回の動画も見てね。バイバイ。